前十字人体は、膝関節の中にあって、大腿骨と脛骨を結ぶ強靭な紐で、関節を安定に保つ支持機構を言う。蛍骨が前方へ変異することを防ぐ。人体組織については、人体の甲を参照。主に、スポーツをしている人に、この損傷はよく起こる。特にサッカーやバスケットボール、スキー等の急激な方向転換を伴うスポーツや、ラグビーや、 アメリカンフットボール、格闘技など、コンタクトの多いスポーツにおいて、自分の意志とは違った方向に関節が強制的に持っていかれたり、地面に着地した際に体重で大きく曲がってしまった時に起こる。受傷時には大抵、体内でブチッと音がし、その時には多少の困難さはあるが、歩行は可能なことが多い。受傷後の翌日には、膝に、 多くの血液が溜まっていることが多く、こうなると歩行は困難となる。また、膝部位にある全十字人体は単独での損傷は少なく、大抵は他の機関の損傷を伴うことが多い。男性よりも女性に後発することが報告されているが、その頻度は2倍から8倍と報告によってまちまちである。また、女性に後発する要因ははっきりしていない。 全十字人体は血液の流れが非常に悪い部分なので自然治癒することはほとんどないが損傷、断裂した場合でも膝周りの筋肉を鍛えることで日常生活やレクリエーション程度のスポーツであれば問題なくこなすことができる場合もある。しかし還元すると保存療法によって競技レベルでのスポーツに復帰することは難しいことが示唆されており一般的には 手術によって再建するしか治す方法はない。また、全十字人体の断裂は将来的に変形性膝関節症の発症リスクを高めることが知られている。全十字人体の断裂経験がある人は、そうでない人の3.62倍、保存的療法を行ったケースでは、再建した人の4.98倍にまでリスクが高まるという報告も存在する。 専門家に見てもらうことが最もふさわしい。素人には判別が大変困難である。全十字人体の場合は損傷の有無をチェックするには、レントゲン、MRI などを撮影し、ある程度の予測はつくが、それらを見ただけでは確実な判断材料とはならない。最終的には、人の手で、状態、硬い等を持ち、動かして、その揺れ、ずれ 具合を見て判断する都市検査移植人体を、前、内側繊維束、後、外側繊維束と呼ばれる2方向で、組織形成する方法で、1本の移植人体による従前の一重束再建術よりも多様な方向へ、関節の動きを制限することができる。しかし、一重束と二重束の術後成績の優位さは、ないとの報告も多い。受賞してから復帰までの目処は、 個人によって様々ではあるが、平均して6ヶ月から1年程度である。ありがとうございます。